モニカ・セレシュ、モニカ・セレシュ、セレシュ・モーニカ、モニカ・セレス、モニカ・セレス、1973年12月2日台は、ユーゴスラビア、セルビア・ボイボディナ自治州、ノビサド出身のハンガリー人マジャル人で、現在はアメリカ国籍の女子プロテニス選手。フロリダ州サラソタ在住。セレスと呼ばれることも多い。左利きで、フォアハンドストローク、バックハンドストロークとも、両手打ちである。そこから繰り出される強烈なショット、特に、バックハンドストロークは、コンパクトなスイングから非常に強なショットを放ったと、正確なコントロールを最大の持ち味とした。WTA ツアーで4大大会9勝を含む、シングルス53勝、ダブルス6勝を挙げた。1989年に15歳で、プロ転向後、セレシュはすぐに世界的な活躍を始めた。4月末にアメリカ・ヒューストンの大会でクリス・エバートを決勝で3から6、6から1、6から4で破り、WTA ツアー初優勝を飾る。その年初出場した全仏オープンでいきなり準決勝、進出を果たし、初対戦のシュテフィグラフに3から6、6から3、3から6で敗れたものの善戦する。翌1990年の全仏オープンでは、決勝でグラフを7から6、6から4のストレートで圧倒し、16歳6ヶ月の当時のオープン下以降4大大会最年少優勝記録を樹立した。これは、現在も全仏オープン女子シングルスの大会最年少優勝記録である。4大大会女子シングルスの最年少優勝記録は、1997年、全豪オープンに16歳3ヶ月で優勝したマルチナ・ヒンギスによって破られた。1991年3月11日には史上最年少の17歳3ヶ月で世界ランキング1位の座につきグラフの世界1位連続保持記録を186週で止めた。1990年から1992年に全仏オープン3連覇。1991年から1993年に全豪オープン3連覇、1991年と1992年に全米オープン2連覇を達成するなど、1990年から1993年の4月までは彼女の絶頂期であった。しかし1993年4月30日、セレシュはドイツハンブルクのシチズンカップ準々決勝で、ブルガリアのマグダレナ・マレーバとの対戦中に、暴漢ギュンター・パルシェに背中を刺された。この事件が競技中に起きたことから、全スポーツ界に大きな衝撃が広がる。セレシュはこの後遺症により、PTSD と考えられる2年半も試合から遠ざかった。暴漢は、グラフの熱狂的ファンと自称し、セレシュに怪我をさせれば、その間試合に出場できなくなるので、グラフが再び世界一位に返り咲けると思ったと、犯行動機を話している。この事件によるブランク期間中の1994年3月、モニカ・セレシュはアメリカ市民権を取得した。なお、この事件以降、セレシュはドイツ国内でのプレーを拒否してきた。2001年に女子ツアー年間最終戦の WTA ツアー選手権が、アメリカ・ニューヨークからドイツ・ミュンヘンに開催地を移転した時も、前年の2000年から来年仮に出場資格を得たとしても、欠場するだろうと話していた。ミュンヘン開催は2001年の一度だけだった。1995年8月、セレシュは、ようやくカナダオープンで復帰を果たす。その準決勝では、ガブリエラ・サバティーニ、決勝でアマンダ・クッツァーを破り、復帰戦を優勝で飾った。翌月の全米オープンでは第2シードで出場。決勝ではライバルのシュテフィグラフに6から7、6から0、3から6で敗れたが、以前と変わらない大接戦でブランクを全く感じさせなかった。翌1996年、セレシュは全豪オープンで復帰後初の4大大会優勝を果たす。この勝利により達成した4大大会女子シングルス。通算9勝は、モーリーン・コノリーと並ぶ、女子歴代8位タイ記録である。その後は、怪我による不振や、マルチナ・ヒンギス、ヴィーナスとセリーナのウィリアムズ姉妹など若手の台頭により、4大大会の優勝から遠ざかった。その後の4大大会で、最も優勝に近かったのは1998年、全仏オープンであった。大会直前の5月16日、長年彼女を支え続けてきた父親が死去したばかりであった。その悲しみを乗り越え、準決勝で第1シードのマルチナ・ヒンギスを破り、全仏オープンでは6年ぶり4度目、4大大会では1996年、全米オープン以来となる決勝進出を果たした。決勝戦の対戦相手は、それまでの対戦成績が14勝2敗のアランチャ・サンチェス・ビカリオであり、圧倒的にセレシュ有利と言われたが、サンチェスの粘りのテニスに、屈し6から7、6から0、2から6で敗れて、準優勝に終わった。これが彼女の最後の4大大会決勝戦になる。これはまた、セレシュが4大大会決勝戦で、グラフ以外の選手に初めて、唯一敗れた試合でもあった。2003年の全仏オープン1回戦で、ナディア・ペトロは、ロシアに敗退したのが、セレシュの最後の公式戦出場になる。その後は、足の故障により、公式戦復帰への手がかりをつかむことができなかった。2005年12月には、私はまだ練習に励み、挑戦を続けている。でも同時に、現実主義者でもあると語り、近いうちの引退を示唆するコメントを発表した。最後の公式戦出場から5年後、セレシュは2008年2月14日、日本時間15日に正式な現役引退を表明した。現役引退表明と前後する2008年1月、セレシュはテニス番組の拡充に力を入れているWOWOWと契約を結び、WOWOWテニスアンバサダーの肩書きで、同社公式サイトでのコラム執筆を開始し、3月に来日し、記者会見やテニスクリニックの開催などを行った。さらにローレウススポーツ賞のアカデミー選考委員にも加わり、多彩な活動を繰り広げている。2009年7月11日、モニカ・セレシュは、アンドレス姫のスペインらと共に国際テニス殿堂入りを果たした。2014年6月、大富豪のとの婚約を発表した。著書に、私は負けない、1996年刊行、現代、From Fear to Victory、直訳では、恐れから勝利へ、の意味がある。5、おさむき、